近年学び直しの重要性が謳われています。この動画は社員の学び直しに力を入れたい、学び直しを応援したいと考えている企業の皆さんに向けた動画です。それでは講座の講師や受講生、企業経営者の声を聞いてみましょう。社会は普遍ではありません。社会は技術進歩などを通じて常に変化します。このような中、静岡県は新たな社会の構築、さらにそれに対応した事業の変革を促すために、この教育プログラムを企画実施いたしました。県という公的機関が複数の大学と連携して開校するという特徴を持ちます。そのため以下の3点のポイントがございます。第1は学問的な思考力の習得であります。第2は複眼的な洞察力の寛容であります。第3は改善への統率力の向上であります。社会人の皆さんは大学生と視点が異なります。今回のリカレント講座において社会人の皆さんと授業を実施できたことは、私たち大学教員にとりましても非常に有用でありました。社会も個人も変わる中、私は学習と仕事は相互依存的であると考えています。その時々に必要な事項を学習し、仕事で活用する、また仕事の成果を学習にフィードバックするというように、ループ的またスパイラル的なものと考えています。受講生の皆さんが今後、今回の教育プログラムで得た知見をさらに深めていくとともに、ここで得た人的ネットワークを活用、発展させていただければと願っております。社会人になって実際仕事をして、お金を稼ぐ、また部下ができるっていった時に、学びがそのまま直結してくるっていうのをすごく実感しました。基本的なことを学術レベルできちんと学べると、こう自分の土台ができたというような感じがしまして、いろんなこうビジネスのお仕事をするにあたって、基本ができている安心感、自信っていうのは非常に感じられる機会になったなと思います。そこで習った経営戦略など、本当会社で求められることもありますので、よく研究しながら今後の経営戦略に立てる上でいい参考になるかなと思っております。今ある職場でどういうふうに活かせるのかで、一緒に働いてもらっている方に共有しながら、次へのステップとして、何かしらをこう変えていくことによって、会社への影響にもなるだろうし、自分へのプラスの影響にもなるのかなと思っているので、今後の自分の仕事自身にも楽しみな思いがありますし、そういった自分のスキル、今回ついたスキルをどう活かせるかということにも、だから期待を持ちたいなと思っています。これから応用になっていくのは、多分自分でいろいろ探していくことが必要なんだと思うんですけど、自分の中でアンテナを高くできるというか、なんか意識して行動することができるんじゃないかなとは感じております。社員、経営者も社員もやはり学び続けるっていう、やっぱ共に育つっていうことですね。ぜひ学ぶっていうことの時間も、やっぱポジションが高くなればなるにつれて学んでいただきたいなと。それの方が自分も何ていうのかな、成長実感ができるかなというふうに思うので、共に学びたいと思ってます。受講生さん結構業界もバラバラなんだけれども、悩んでるところのこう何ていうんですかね、ところが同じっていうこともあるので、共感されてたり したところが良かったかなというふうに思います。自分の経験に厚みが出ると思うので、ぜひ学び続けるっていうことは、していただきたいですし、それまで持ってた自分の知識とか経験がどんどん学ぶことによってつながってくるっていうふうに、それは私の実体験も踏まえて思うので、私も学び続けていくので、学び続けて共に行きたいな、いい地域日本を作るということに、お互いに貢献、お互いの持ち場でですね、貢献できたらいいなというふうに思っております。従業員の人材育成やスキルアップに対して、厚生労働省の助成制度が用意されています。今回の講座でも制度を活用した企業がありました。制度について詳しくは厚生労働省のホームページを検索いただくか、静岡労働局までご確認ください。また県内各大学では公開講座や聴講生制度など、多様な学びの機会を用意しています。大学は常に門戸を開いています。
社員の学び直しについて大学を活用してみてはいかがでしょうか。